白金、白金、白金は、原子番号78の元素。元素記号は、PT、白金属元素の一つ。学術用語としては、白金が正しいが、現代日本の日常語においては、プラチナと呼ばれることもある。白金という言葉はオランダ語のウィグラウド、ウィット、イコールジロ、ゴートイコールキンの訳語である。単体では、白い光沢。 銀色を持つ金属として存在する。科学的に非常に安定であるため、装飾品に多く利用される一方、触媒としても自動車の排気ガスの浄化を、はじめ、多方面で使用されている。酸に対して強い耐食性を示し、金と同じく黄水以外には溶けないことで知られている。なお、同じく装飾品として使われる、ホワイトゴールド、白色金は金をベースとした合金であり、 単体である白金、プラチナとは異なる。古くは古代エジプト第十八王朝時代に、ファラオの送信具としてわずかながら利用されていた。現存する最古の白金製品は、ルーブル美術館収蔵の通称、テーベの小箱である。これは、エジプトのテーベにある女性神官シェペヌペットの墓から出土した小箱で、紀元前720年から、 紀元前659年頃のものと思われる。また、10世紀頃には、南米でもソーシン具として利用されていた。これは、純度80%以上もあるもので、当時すでに高度な精錬技術があったことを示す。ただ、合金状のものでも、有点まで加熱するのは、当時の技術水準では、不可能であったが、貴金属ゆえに、酸素では酸化されない性質を利用し、粉末状、粒のものを、 現在の粉末や金などと呼ばれる方法で成形していたものと考えられている。スペイン人による南米への侵略の際に当時ヨーロッパで陳調されていた銀と勘違いされて略奪され持ち帰られた。しかし銀よりも有点が高い発金は銀用の加工設備では溶かすことができず大量に廃棄された。スペインの軍人、探検家、天文学者である。 アントニオ・デ・ウジョアがフランス科学アカデミーによる四五千個長の測量隊の一員として1735年にホルヘ・フワンと共にペリューに渡り1736年から1744年まで南米に泊まっていたこの間にコロンビアのピントが赤藩で銀に似た白い金属を発見し本国に帰国後1748年にフワンとの協調として 南米小王国機構を出版したに、発金鉱石について記述している。これが、発金の再発見となった。スペイン人たちは、これをピント側の小さな銀、プラチナデルピントと呼び、これが元素名プラットナムの語源となっている。これまでに人類によって産出された発金の総量は、約4000トン、体積にして、約200メートル、一辺が6メートル弱の立方体。 ほどである。希少な貴金属なため、プラチナチケットのように入手しにくい、貴重なものの例えに使われることもある。純度を高めたものは、金と同様に、宝飾、通貨、投資対象としての利用がされる。また、触媒合金材料として利用されるほか、白金ナノ粒子に加工されることもある。主な産出国は南アフリカ共和国、ロシアである。 南アフリカに偏在している。レアメタルの中でも特に希少で、近く1トンあたり0.001グラムの産出である。1キログラムあたりの価格は5.2万ドル、2010年。白金は、パラジウム、PD やロジウム、RH といった白金と、科学的な性質の似た元素と一緒に鉱石に含まれている。これらの元素は白金を含めた6元素で、 白金属元素と呼ばれる。白金 PT、パラジウム PD、ロジウム RH、ルテニウム RU、イリジウム IR、オスミウム OS。南アフリカのブッシュフェルトには、東西 400km、南北 300km の広大な岩体がある。その中に、白金属を多く含む厚さ数十センチメートルの地層が見つかっている。この地層には、 白金属元素の中でも、白金とロジウムが多く含まれている。日本でもわずかであるが埋蔵されていることが確認されている。北海道の手塩川、石狩川のセンサ中で認められた砂白金の高を参照ほか、新潟県で発見されている。2004年の白金産出国ランキング上位6、過国は下記の通り、数値は産出量。 キログラム、世界シェア、出展、アメリカ合衆国内務省ミネラルイヤーブック2004。世界産出計214、000キログラム。発金鉱石を構成する、鉱石鉱物には、次のようなものがある。ISO9200 に、ジス a ン16309により、金、銀、パラジウム同様、ジュエリー用発金合金の純度、品位は、千分率パーミル。 バーミルで表記する。この規格には PT950、PT900、PT850 PT の3区分がある。日本国内では宝飾品として販売される白金、合金の品位は蒸気のほか PT999、最低値を表すので999が正しい。2012年4月から造幣局も1 0を999に、 変更を加えた4区分が一般的である。ISO 及び一般社団法人日本ジュエリー協会は、プラチナジュエリーと呼称できるのは PT850 以上と定めている。また、造幣局の品位証明区分もこの4区分を採用している。しかし、時間ンネ価格高騰の影響を受け、実際には K18 の品位に当たる PT750、K14 に当たる、 PT585、さらに PT505 製品が市場に供給され、議論を巻き起こしている。これは海外でも同じ傾向である。物品税、貴金属製品とされる PT700 以上は15%課税。撤廃までは少ないが PT700 以下の製品も製造されていた。白金合金の品位の定義は千分率だが、 他の金属などの100分率と混同されることがあり、この作誤を意図的に誘発させる詐欺的な PT100 製品もあるので注意が必要である。白金の表記は白い金と解釈されてしまうこと、また英語に逐字分けするとホワイトゴールド、ホワイトゴールドとなることなどから、白金イコールホワイトゴールドとされることがよくあるが、これは誤りである。 ホワイトゴールドは金をベースとした合金であり、本校で言及している白金とは全く異なる金属である。和名、白金は、江戸時代の蘭学者、宇田川洋安が表した、科学書、東西方名物候補い巻き遠征い名物候補い巻きの八に、白金、一種銀色の金属、原名プラチナの訳語があり、洋安が命名し、日本で最初に使われた用語と言われている。 宝飾品へ打刻される素材などを表す略号に関しては、現在では元素記号と共通の PT という表記が使われるが、以前は PM という表示が用いられることがあった。一説にプラットナムメタルの略であったという、プラチナを使用していますというほどの意味で、PM900 のように純度を表す数字を添えるケースが多い。ただし信憑性には欠けるとされる。 東南アジアなどでは、発金と打刻されることもある。なお、PM、発金ともに、パラジウムの意味でも使われ、パラジウムが主体のジュエリー類に、そのように打刻されることもあるので、注意が必要である。キログラム、記号、キログラムは、国際単位系、SI における質量の基本単位であり、国際キログラム元気の質量として定義されている。国際キログラム元気は、 科学的に安定な白金90%、イリジウム10%からなる合金で作られ、国際土量公局に二重の機密容器で真空中に保護された状態で保管されている詳細は当該記事参照のこ。を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。